はい、それではですね、もうマートショープロデューサーの方にお邪魔いたします。いや、いつも楽しませていただいてますけど、今年のセールスポイント教えていただけますか。これの DA63T キャリーのトランスフォーマー。トランスフォーマー、はい、いや、ちょっとその各所ですね、はい、じゃあぐるっと舐め回すように説明していただきたいんですけど、はい、まあ、見ての通り鈴木のキャリートラックなんですけど、はい、顔はテクサスクールの一体化で、で、まあ、デイラーでも入れつつ、ボンネットも 3D で、はい、もっこりと 3D キャリーしこれ正直迫力感ですね。そうですか、はい、まあ、軽トラなんですけどインパクト大で、はい、まあ、今その名前よくトランスフォーマーという名前で、まあ、変形今にも動き出しそうな感じでイメージしたんですけど、はい、いやー渋いというかかっこいいっすわここまで来るとまたこの色のマッチングがいいですね。まあ情熱のレッドボディショープロデュースがね、まあ、赤の原点に戻り、はいはい、まあ、差し色で白で、抑えに黒入れそうですけど、はい、いやサイドもでも見事な作りじゃないですか。ありがとうございます。それにおまけにこれトノカバーって言っていいんですか。FRP 2台カバー、はい去年はですねこっからなんか槍のようなものが出てきたような気がするんですけど、はい、今年はなんかもうすごい俺なんか生でいいっすよ。それもフラット同じじゃなくちょっと斜めに全体的に上げる、はい、まさかここにエンジン入ってるとかいますよね。います。実を言うとエンジンが、はい、入ってません。入ってません入ってないです。いやでもここにまでのこれペイントワークが入ってるんですか。そうですね、なんちゃってヒロシが入ってますけども。あいやこれぜひですね、あの今年北海道上がってもらえますかね。はい、すいません、行けなくて、行けないですけどね、はい、上陸したいですね。いや、はい、これはでもね、年々なんて言うんですかね、単純にエアローバックだけからさらにこの軽トラっていうのは進化する、まだまだ道筋があるっていうのが本当に、ね、原点みたいな感じもするんですけど。ありがとうございます。各いろいろ、まあ、後ろもそうなんですけども 3D でダブルでフェーサー風の、まあ、86のバックホーム入れてる。僕らにしてですね、軽トラにディフューザー、うん、どうしているのかなみたいなそんなレベルなんですけどですね、ここまで見てもらえれば見事ですよね。作り込んでるんで、もうポン付けでここまでかっこよくなるっていうイメージ、はい、あーポン付けでもここまでいっちゃいますよと、はい、まあ、ただあの楽しいあのテールレンズでシリーズで踊ってますけど、はい、やってくれますね。なんと言っても一押しはあの軽トラジェジェジェですね。あはははは、マジだ2014年の軽トラ出ました。これですジェジェジェですよ。はい、そうですか。これがテーマ、コンセプト、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に今年もね、じゃあきっとね、来場するね皆さんがですね、はい、ここで立ち止まって大いに、腹の皮を譲ってくれるんじゃないかと、はい、盛りだくさんで。はい、社長、今年はあのちなみに何か商品とかでは、はい、これは一押しみたいなのあるんですか。商品ですか、まあ、まあちょっとお金かかるんであれば移植用キット、それこそ今言ってる86の加工用、汎用、まあ、レクサス、あうちのテーマの FR バックホームですかね、はいはい、一押しは。なるほど。で今ついてるやつを加工することによって、うん、今風変身できるかなみたいなアイテムなので、まあ何もかもトランスフォーマーしてしまっていくんですけどね。そうです、わかりました。いやどうもありがとうございます。ありがとうございます。